小松純也への質問コーナー。どうもこんにちは、小松純也の、質問コーナーですね。で、まあ、今週もとうとうやってまいりましたという感じで、今週の、質問はこんな感じです。質問13、どんな風に歌詞を書きますか？はい、お答えします。そうですね、僕はいつもこう誰かに書いてる手紙、そう、一人に向けた手紙的なイメージで、曲を書いてます。メロディーに関してはもう結構思いつきなんだけど、なんだろう、結構その時好きだった人によって、なんか音楽講座でも話したかもしれないけど、メロディーが変わります。だからまあそういうとこあるけど、でもその自分がこの人に伝えたいと思ったことを、歌にしてますね。だから常に、なんかこう、そうだね、でも、なんだろう、アウトプットの仕方は、その、縦率俳句、これもなんか音楽講座で多分話したと思うけど、縦率俳句に基づいて詩は書いてて、で、まあ、それに合ったメロディーが勝手に出てくるんで、これに関してはあまりうまく説明できない。みんなそうなんじゃないのかな、曲書く人は。はい。というわけでまた来週。バイバーイ。回答13、回答大切な人へ自分でできることは、このコーナーでは小松純也への質問を募集しております。宛先はこちら、東京都豊島区高田 3-15-7 第1大島ビル306号室株式会社セールスニーズ小松純也事業部宛て。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。